はい、毎日学習会の林です。アナです。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。今日は、ドイツ大学外国学ポルトガル語学科の公募推薦の2016年の小論文やっていければなと思います。よろしくお願いします。で、これもやっぱりポルトガル語圏って言葉が出てますね。ポルトガル語圏の国々について学ぶことにはどのような意義があるだろうか。他の国々について学ぶ場合との対比を念頭に、あなたの考えを800字で論じてくださいっていうふうな問題なんですけれども、まあ、ポルトガル語ってどういうものがあるかっていうと、まあ、ポルトガル、ブラジル、アンゴラをはじめアフリカの6カ国、マカオ、東ティモーなど10カ国で、公用語として、東ティモールもそうなんですね。で、まあ、人口2億人をブラジルを有していることから、ポルトガル語の話者人口は世界7番目に多く、複数の大陸にまたがって話される数少ない言語なんですよ、と。で、まあ、このポルトガル語に関してじゃあ学ぶ意義は何なのかっていうところに関して言うと、まあ、やっぱり多様性の話ってすごく大きいのかなと思っていて、まあ、ブラジルってやっぱりすごく移民が多いんですよね。日系移民ももちろんいるし、中国系もいるし、アジア系、スペイン系、ドイツ系、ポーランド系、ウクライナ系、ユダヤ系、アメリカ系っていう人もいて、まあ、その先住民族もいる。だから人口の4割以上が移民背景を持ってるっていうところがあって、これってすごい大事なことなんですよ。例えばNBA とか行くにしてはもちろんアメリカの NBA に行くってのもすごくいいんですけど、アメリカの NBA はもちろんその多様性が大事ってことで人種とかは結構ばらしてるんですけど、ただ例えばね、こうフランスのその NBA とかだと本当にもうアフリカから来たばっかしみたいな感じだと思って、でそういう人と、まあ、なおかつその現地では割とお金持ちなわけだから、そういう人とこう仲良くなると、非常にそれってやっぱいいことなんですよね。そういう人とこう仲良くなることによって、こうなんて言うんだろう、そういう人と仲良くなることによってさ、なんか見えてくるものってあるじゃないですか。そのなんて言うんだろう、そういう人と仲良くなることによって、こう例えばアフリカでビジネスするときにすごい話が早いとか、そういう話ってのはすごくあって、だからフランスの NBA とかもすごくいいなとか思いながら最近見てるんですけど、このブラジルの話も基本的にやっぱり同じで、そのいろんな人がいるっていうのはやっぱりこうそのいろんな国への展開っていうのをすごい楽にするんですよ。逆にそういう人がいないとこう取っかかりがないでしょ。やっぱ取っかかりってすごく大事で、その取っかかりを作るっていうところで言うと、まあ、やっぱり非常にこういろんな民族がいる。で、そういった中でやっていくっていうのはすごく、まあ、いいことではあるんですよね。で、そういうこうその多様性っていうのを、まあ、もちろん英語を学んでも多様性は学べるんだけど、ただ、なんていうのかな、こう、まあ、ブラジル、その英語を学んで多様性を学ぶ、もちろんそれは全然いいと思うんだけど、アメリカだとさ、例えばまあ起業とかするにしても競争相手が多いじゃん。で、まあ、どの分野に関してもアメリカのサービスってすごい高い水準まで達してるんですよね。だから例えばその発音矯正、英語の発音矯正とかさ、エルサスピークっていうソフトがあるんだけど、あれとかもさ、すごいこう高いレベルまで達してるからさ、じゃ今からそれに勝つかっていったら難しくって、で世界中いろいろこうやっぱり私も去年だけで16回海外旅行行ってますけど、去年やっぱりいろいろ言って思ったのが、とにかくそうなってるのかな、英語が通じる地域ってもちろん多いんだけど、思ったほどは多くないんだよね。で英語も流暢な人がどれだけいるかって言ったら、まあ、もちろん流暢、エリート層は大体流暢なんだけど、そうじゃない人もいっぱいいるわけですよ。でそういう社会の中でやっぱりこう現地を溶け込んでビジネスをやろうとか、あとはなんかこう現地に深く入り込もうとかっていうことを思うと、まあ、現地のビジネスって基本的に、まあ、ネイティブにやってもらったのが一番多分やりやすいんだけど、その現地 そのビジネスをやっている人とこう絡もうとか、何かしら話をして信頼関係を作ろうっていうふうに思うと、やっぱ現地語を知ってるってことはすごい大事で、もちろん英語を話せる人もいっぱいいるし、それ全然やり取りはできるんだけど、ただこうその、まあ、一つだとプラスで、特に自分が深く入りたい言葉に分野の言葉に関してはしっかりこう学べるっていうことがすごい大事 でそれができるかどうかっていうのはかなり鍵だなっていうふうに思うんですよね。まあ、そういう意味で言ったらこういわゆるポルトガル語、まあ、プラのブラジルとかその念頭に学んでみるっていうことにもおそらく非常に意味があるし、特にローカルの人と関われるというのはすごい強くて、まあ、その英語ができる人っていうのは基本的にこう、まあ、いわゆるエグゼクティブというかこうその指導者層の人たちだから、でそうじゃなくて、例えばじゃあブラジルに工場を作りましょう、生産拠点として人を作りましょうっていう時にさ、なんかそのポルトガル語ができるっていうのは多分すごい強いと思うんだよね。だからそういうふうなところでこうちゃんとローカルも含めてのマネジメントをして巻き込んでいくっていうことが、まあ、できるようにするにはやっぱりこうその、まあ、ポルトガル語っていうのをしっかりやっていくっていうのはすごい大事なことかなと思っていて、やっぱりそういうところが、まあ、非常に大事かなっていうところをかければ、そんなに問題なくこの問題はできるかなというふうに思います。
動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。下の概要欄から LINE アットお問い合わせできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。無料相談、10日間無料体験、10日間無料添削も可能です。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。